さてさて、ドイツからお仕置きをくれてやっかな。逃げて、みんな逃げて。何言ってんです。白衣の女神様ならプリムだって軽くひねってくれるんでしょ。バカ言ってんな、勝てるわけねえべ。いいから早く逃げれ。ミルムも。はいです。白衣の女神、てめえがだったらどうだっていうの。なるほど、亡命は嘘か。白衣の女神だってんなら術が解けてるらしいのも納得だ。にしてもまた新しいのを作りやがったのか。やっぱりあのテオドールとかいうガキ侮れねえな。え、さすがにそろそろ潰しておくべきかしらね、千鳥。マナニアを3匹与えるわ。それでこの村を決着させなさい。今アチスに命じたから10日もあれば到着するはずよ。かしこまりました。そうそう、バイスリッターに組みする愚か者たちは無条件で処刑すること。仰せのままに、死にも勝る苦痛を与えつつ心が生きているうちにとどめを刺します。それがいいわ。死にたがりを殺してもつまらないものね。そんなことバイスリッターが許すと思ってるの。そうねそうね、絶対に許しちゃいけないわ。鮮血のバラが咲き乱れる前に総出で止めにいらっしゃい。でないとこの村を足がかりにそちらのお家を残らず蹂躙しますわよ。バイスリッターと全面戦争をするつもり？利用価値より害悪が勝るならそれもやむなしですわ。サンサーラくらいは見つけてほしかったけど、まあカルマが手に入るだけでもよしとしましょう。カルマのことを知ってるの？それにサンサーラって。では皆さん、ごめん遊ばせ。消えた。あなた方が見ていたのはプリム様が魔法で作り出した幻影。実体はここにはございません。幻影、幻。助かった。わずかに延命したに過ぎません。10日後にまたお会いしましょう。あいつらどうしてわざわざ手の内を明かしたんだろう。私たちを舐めてるから、それとも。ねえねえミルム、よかった、無事だったんだね。急いでここを離れるから準備して。あいつらはまた戻ってくる。村の人たちにも伝えなくちゃ。それなら任せてください。俺たちが知らせて回りますよ。ありがとう。助かり、バイスリッター支部に保護してもらえるように連絡をしておきますから、皆さんはそちらへ避難してください。ミルム、あなたは百鬼兵と一緒に家に戻ってて。ネンネは一緒に帰らないですか？私は本部に行ってテオドール様に報告しないといけないの。そうですか。百鬼兵、ミルムのこと守ってあげて。もしミルムが眠っちゃったら、目覚めてチェルカに戻る前に身動きができないように拘束しておいて。はい、お願いね。なるべく早く帰るから。第2幕第6章魔女と魔女大戦。
いいわ、いつまででも見てられる。ウニムギン、いっそ魔晶石と一つになりたいわ。ダメです、魔晶石と夢の中です。報告は以上です。よく知らせてくれた、アマリエ。不眠不休でここまで来たのだろう。ずいぶん疲れた顔をしている。別室で少し休むといい。ありがとうございます。お言葉に甘えて少しだけ。ちょっと待つのだ、アマリエッチ。なんでグレンツェ村に行ってたの？あそこ半分プリム寮だよね。あの村は母の生まれ故郷で、お墓参りに行っていました。ほう、お墓参りに行ったらたまたま騒ぎに巻き込まれて、幸運にも超重要な情報を手に入れたんだ。リサ、何が言いたい？別に、すっごい偶然でお手柄を手に入れて羨ましいなと思っただけなのだ。状況が大きく動く時というのは、往々にして幸と不幸の偶然が重なるものだ。偶然で得たきっかけから幸の結果を引き出せるよう、迅速かつ入念な準備を進めよう。進軍開始は2時間後とする。ゾフィーはそれまでに全支部に連絡をして警戒態勢で待機させておいてくれ。グレンツェ村の最寄りの支部には避難民の受け入れとグレンツェ村への石膏の派遣も指示するように。グレンツェ村は奪還後プリム寮への進行の拠点とする。リサは兵隊の確認、それから彼女を動けるようにしてやってほしい。はいはいさー。アマリエ、君は先ほど言った通り別室で休むといい。お心遣い感謝いたします。時間かな。思ったより早かったな。え？ああ、そうですね。2時間なんてあっという間でした。違う。貴様の立ち直りがだ。リサでさえ初めての魔女病治療から立ち直るのに1ヶ月かかった。リサさんも？意外そうな顔だな。やつなら鼻歌混じりで任務を遂行したと思ったか。あ、いえ。泣いて吐いてのたうち回った。手がつけられないほど暴れもした。今思えば壊れなかったのが不思議なくらいだ。それでも立ち直れたんですね。総帥への1年、リサを支えたのはそれだけだろう。そして貴様にもリサと同等の、いや、それ以上の何かがある。それは…ちょーっちまった、聞き捨てならないのだ、リサさん。ゾフィーッチ、珍しいことやってるね。すまん、喋りすぎた。いいけどね、最後のとこ以外は。私の総帥への思いは世界一、そこだけは譲れないのだ。
私の思いだってかなりのものです。お、お、何？私と張り合うのかにゃ。お二人ともそこまでです。誰が一番かは戦果で測りましょう。ガブリエーレさん、もう動いて大丈夫なんですか？ええ、リサさんのおかげで行軍に耐えうる程度に回復しました。そうですか。よく。ガブリッチ、さっきの発言は君も一番争いに参戦ってことかな？どうかしら。それで皆の士気が上がるのであれば喜んで参戦しますけど。くだらん。さっさと行くぞ。総帥がお待ちだ。アマリエッチ。はい。君、プリムと通じてるでしょ。は、え？いきなり何を言うんですか？アマリエッチには不審な点が多すぎるの。外道化したイザベルを倒したり、プリム寮にしか生えないキノコの薬を持ってたり、超極秘情報を偶然手に入れたり、プリムと通じてると考えれば全部辻褄が合うの。待ってください。そんなバカなことあるわけないじゃないですか。でもアマリエッチは嘘をついてる。ついてません。なんだったらこの場で触診してください。そうさせてもらうのだ。どうです？嘘の兆候なしですよね。これで信じてもらえましたか？触診による嘘の判別は絶対じゃない。より細かな質疑が必要。そんなの付き合いきれませんよ。もっと手っ取り早く疑いを晴らす方法はないんですか？じゃあ先陣を志願するの。一番乗りでプリムとやり合ったらアマリエッチを信用する。私が先陣を切るんですか？それはちょっと。もし疑いが晴れたらお詫びに魔女病の手術法を教えるの。イザベル討伐の軍校しかないアマリエッチが治療班の最高機密を知ろうと思ったらあと10年は勤めないといけないの。白衣の女神になっただけじゃ最高機密には触れられないの。どうする？やります。交渉成立。じゃ、そういうことで。勢いで行っちゃったけど良かったのかな、先人なんて。ミルムのためだもん。それに客機兵がいてくれれば大丈夫。百鬼兵いないんだった。今度こそ死んだかな。うわ、百鬼兵？どうしてここに？ミルムを置いてきたの？そうか、あの子が私のところへ行けって言ったのね。もうチェルカになっちゃったら誰が止めるのよ。でも正直すごく助かった。来てくれてありがとう、百鬼兵。学級？できるだけ早く任務を終わらせてミルムのところへ帰ろうね。親であり、子であり、友である同志諸君、決戦の時が来た。目標は覚醒魔女プリム。人々の憂いである脅威を取り除き、シジマの平穏を売るべくバイスリッター全戦力をもって戦いに臨む。陣容を伝える。
各隊の指揮官は白衣の女神。改めて陣容を伝える。先陣は先陣はぜひ私に。おい貴様、お願いします。必ず期待に応えてみせますから。賛成。外道魔女を倒したアマリエッチなら先陣にふさわしいのだ。貴様まで。先陣はアマリエ。総帥、なぜです？今度の戦いはプリム領での多面進行戦になる。敵地での臨機応変な指揮には豊富な経験と軍才が必要だろう。ゾフィ、君こそが適任だ。俺に後方で指揮を取れとおっしゃるのですか？そうだ。ただし錬金の秘宝で強化した君の力が必要になる局面は必ず訪れる。その時には温存した力を存分に振るうという。潮時の判断は君に委ねる。わかりました。聞いての通りだ。総司令官はゾフィー。諸君らの竹吉を剣に、尊き願いを盾に、いざ。私が先頭を歩くんですか？先陣を切る人が先頭に立って出陣するのがバイスリッターのお約束なのだ。でも私足が震えてうまく歩けないんですけど。震えているのはあなたではなく地面の方ですよ。よく見ろ。兵たちが皆足を踏み鳴らしているだろう。あ、胸を張れ。共に歩む者たちの思いを背に心を奮い立たせろ。はい。なんだろう、胸が高鳴る、血がたぎる。今ならプリムにも勝てそう。うわー、アマリエ出陣します。バカ、気負いすぎだ。頼もしいではないですか。アマリエッチ、行き先がグレンツェ村だってちゃんと分かってるのかにゃ。
殺せ、なぶり殺しはごめんだ。あ、私も恥ずかしみを受けるくらいなら死んだ方がマシだよ。あのね千鳥、こういうのは僕どうかと思うんだ。こういうのとは？人質だよ人質。こういうのは非常によろしくない。おや、いつからそのような真っ当な倫理観に目覚められたので？倫理観？何言ってんの。僕が言いたいのは人質の扱い方だよ。いくら半分死にかけてるからって縄で縛りもしないでさ、いつ暴れ出すかヒヤヒヤしてさっきから汗が止まらないんだよ。風邪をひいたらどうしてくれるんだい。そういうことならばご安心を。待ち人ご到着です。ご報告します。数刻前、プリムの使い魔と裏切り者アティスが村人を人質に取って広場に陣取りました。その後は抵抗した村人をマナニアで制圧した以外は目立った動きを見せていません。あの人たちは知っているのか。バイスリッター側に属する人たちです。避難するように言ったのに。人質を取って待っていたということは私たちと何か交渉するつもりのようですね。出方を待つか。白衣の女神が全員集合とは敵ながら壮観ですね。どうするの。僕捕まったら殺されちゃうよ。またリサにひどい目に遭わされるよ。それも一興ですが、ここはマナニアたちに任せて私たちは引きましょう。逃げるんだね。人質はどうする。解放します。白衣の女神が予定通りここへ来ましたから保険は必要なくなりました。いいね、そうしよう。じゃあ僕は先に行くよ。では私たち助かるんだね。ああ、悪意の女神様のおかげだ。ありゃりゃ、逃げちゃったのだ。アティスをとっ捕まえてまたいじめてあげようと思ったのに。よかった。行きなさい、マナニアたち。本当に逃がすと思いましたか。バイスリッターに組する者には死を。それがプリム様のご意志です。なんてことを。何をやっているんだあいつは。治療開始。鳴らしにはちょうどいい。あっという間に3匹も。ゾフィーさんはもちろん、リサさんもこんなに強かったの？ゾフィーチに負けてられないから私も錬金強化したのだ。でも自己流の付け焼き刃だから、あんまり本気出すと体がすぐボロボロになるけどね。あまり。貴様、マナニアごときにその体たらくは何だ。それでよく先人に名乗りを上げられたものだな。すみません。貴様がイザベルを倒したなどと未だに信じられん。ゾフィーさんとリサさんの視線が痛い。リサさん、襲われた方々の治療をお願いできますか。今ならまだ間に合います。了解なのだ。
俺たちもすぐに動くぞ。ガブリエーレとアマリエには兵を率いて進軍してもらう。目的地はカマラ要塞、兵站基地になっている要衝だ。フリム領には少数部族が多い。そしてそのほとんどが非常に好戦的な戦士たちだ。フリムの第三の目で操られた戦士たちに一丸になって攻め寄られると手強い。そうなる前に補給線を断ち、後方に憂いを作って動揺させろ。統率が乱れたところをリサが率いる本体に格好撃破させる。いいな、勝敗は貴様たちにかかっている。何としてもカマラ要塞を奪ってフリム領に楔を打ち込め。指揮はガブリエーレ、通信機は持っている。はい、ここに。よし、戦況は逐次報告してくれ。アマリエ、戦闘は貴様に任せる。先ほどのような失態は許さんぞ。は、はい。よし、ではすぐに立て。目標は異常嗅覚の持ち主だ。隠密作戦は通用戦、心してかかれよ。行きましょう、アマリエさん。はい。百鬼兵いる？いよいよプリムと戦うことになりそうだよ。ここで生き残ることができれば魔女病の手術法を教えてもらえる。ミルムを治してあげられる。だからもう少しだけあなたの力を貸してね。
ガブリエーレさん、どうしました？お腹が痛むのでしたら、そのあたりの木陰でどうぞ。お腹は痛くありません。本当は先人に名乗り出てからずっとチクチクしてるけど。分かっていますよ。何か私に聞きたいことがあるのでしょう。ずっとそわそわしていましたものね。実はそのガブリエールさんに怪我を負わせた覚醒魔女のことなんです。その後どうなったのかなと。そのことでしたか。それであれば捜索隊を組織して足取りを追っているところです。もっともイザベルやプリムのこともあって、あまり人手を避けていないのが実情ですね。そうだったんですね。よかった。まだしばらくは見るのが見つかることはなさそうだ。と言ってもチェルカが目覚めたらどうなるかわからないけど。風を追わされた私が言うのはおかしな話ではありますが、捜索中の魔女はグリムと比べればかなり力が落ちると感じました。グリムを撃つことができるならば、おそらくその覚醒魔女を撃つことも難しくはないでしょう。遠からず魔女病を根絶するというテオドール様の理想が実現する日が訪れるはずです。それまで共に励みましょうね。はい。行け行け行け。
こちらガブリエーレです。了解いたしました。ゾフィーさんですか？そうです。カマラ要塞攻略後、アマリエさんはリサさんの隊と合流するようにとの指示です。もう次の作戦の話ですか？指揮官とは常に行っても見ても先を考えているものです。私は目の前のことしか考えられないですけど。それで構いません。今は指揮官ではなく戦士としてのあなたの力を必要としていますから。戦士としての私、脱皮したてのカニの方がまだ使えると思いますよ。失礼いたします。カマラ要塞の周辺に大量のマナニアが展開しているとの報告がありました。マナニア？プリム軍の兵ではないのですか？はい、兵士たちは要塞に入って路上の構えを見せています。そうですか。甲状腺が長引くと戦略の練り直しを迫られてしまいますね。時間稼ぎがプリムの狙いなんでしょうか？可能性は高いでしょうね。しかしここで白衣の女神二人が釘付けにされるわけにはいきません。アマリエさんはマナニア隊の指揮官を叩いてください。頭を失ったマナニアは規律のある行動は取れません。そうなれば
個々のマナニアを錬金兵器で殲滅するのもたやすいはずです。マナニアの指揮官ですか。すごく怖いんでしょうね。外道化したイザベルに比べれば赤子の手をひねるようなものです。即戦で決着をつけた後、要塞を行為して中の兵たちを閉じ込めてしまいましょう。その上で投降を呼びかけます。双方に犠牲が出ないのであれば、それが何よりですから。もし投降に応じてくださらなかったとしても、要塞から人と物資を出させなければ私たちの目的は達せられます。それでよろしいですか、アマリアさん。わかりました。やってみます。誰もいない。これはもしかして、来た、見た、勝った、プリム。そう簡単に行くと思って。ですよね。ところであなた、聞いたところによると、あのイザベルを倒した勇者だそうね。残念ですわ。虚言ではなく本当に私のもとへ来てくれていれば熱く遇しましたのに。魔女に下るくらいなら死んだ方がマシよ。なかなか言いますわね。ではそうなさい。え？嘘でしょ？軽く撫でただけですわよ。
わかりましたわ。死んだふりね。そうなんでしょう。本当に動きませんわね。打ちどころが悪かったのかしら。まあいいですわ。まだまだやることは残っていますもの。さあ、そこのマナニアも始末してしまいなさい。その力、あなただったのね、おちびちゃん。魔女を、それも下道化した魔女を倒したマナニア。危険ですわね。場合によってはテオドールよりも。おちびちゃん、私のペットになりなさい。花、いえ、花がないことには目をつぶって差し上げてよ。そう、私の誘いを断るの。だったら生きている価値はありませんわね。真っ赤な紅を刺してあげるから、私の城までおいでなさい。アマリアさん、目を覚ましてください。大丈夫ですか？ずいぶん長い間気を失っていましたよ。すみません、大丈夫です。それよりプリムは？プリム？
目標がここに。はい、マナニアを引き連れて。そうでしたか。であればそれは幻影でしょう。そうでなければ私たちがマナニア隊を殲滅するのを黙って見過ごしはしなかったはずです。作戦は成功したんですか？はい、すでにカマラ要塞を行為して投降の呼びかけを始めています。これより先は双方に無用な血が流れるよう微力を尽くすつもりです。私どれくらい気絶してたんだろう。恥ずかしい。本当に大丈夫ですか？はい、大丈夫です。何箇所か骨まで行っちゃってますが、この程度は慣れっこですから。それは大丈夫というのでしょうか。骨折は木からですよ。それにリサさんと合流すれば治療してくれるはずです。お水を飲んだらすぐに診察します。百鬼兵、百鬼兵、ありがとうね、百鬼兵。また助けられちゃった。何かお礼しなくちゃね。百鬼兵が嬉しいことって何？私にできることなら何でもするよ。お腹減ってるの？実は私も。水だけじゃなくて食べ物ももらってこようか。一緒に食べよう。ミルムもちゃんと食べてるかな。やっとできたです。どれどれ、上手に描けてるじゃない。ミルムちゃんは物覚えがいいから字の教えがいがあるわ。ありがとうです、アニーマギ。それにしても急にチェルカちゃんに手紙を書きたいなんて言い出した時はびっくりしたわよ。このことを知ったらアマリエちゃん泣き出すんじゃない？どうして私には書いてくれないのって。ねえねえにも書くですよ、一番大事な。でもその前に、うにゃい、ちょっとだけお休みです。様、グルフ族との戦線にもウリムが現れました。またこれで何人目なのだ。3つの戦場すべてでウリムの姿が確認されております。海戦からの合計は7人です。うわ、どんだけ出てくるつもりなのだ。アマリエ隊合流しました。アマリエッチ、心に来てくれたのだ。今だけ大好き。今だけっていいですけど、戦況はどうですか？思わしくないのだ。ただでさえあっちに血のりがあって厄介なのに、行く先々にプリムが出てきて引っかき回していくもんだから、お手上げ万歳だったのだ。打開策は？ゾフィッチから隊を細かく分けて戦線の数を増やすように言われたのだ。普通に戦っても厄介なのに隊を分けちゃうんですか？プリムが同時に出てこれる数を見極めるつもりなのだ。いくら最強魔女でも分身を作るなんていうデタラメな魔法を際限なく使うことはできぬと、ゾフィー様がおっしゃっていました。最後にボソッと、おそらくって付け加えてたけどね。今のところ3つに広げた戦線すべてでフリムの姿が確認されております。あ
私の体を分けるのは5つまでが限界なのだ。それ以上は戦線を維持できない。だからアマリエッチの体を私に預けてほしいのだ。私の体の指揮もリサさんが取るんですか？アマリエッチ、複数の部隊に同時に指示を出せる？無理です。でしょ？だからアマリエッチは部隊の指揮を私に任せて一人軍隊として行動するの。一人ですか？それって死ねってことでは？それはアマリエッチ次第。まだ私のこと疑ってるんだ。だったら疑念を払うためにも言うこと聞くしかない。わかりました。私はどう動けばいいですか？プリム軍の本体はマナニアと魔獣の混成軍なんだ。プリム城の近くに展開してるそいつらがいつ動くかわからないから、こっちは大胆な策が取れないんだ。だからアマリエッチにそいつらを叩いてほしい。でそのまま城に乗り込んでプリムを倒す。それでバイスリッターの大勝利なのだ。やっぱり死ねってことですね。後半は冗談。でも前半は本気なの。どんな方法でもいいから本体の注意を引きつけてほしい。これは外道化したイザベルを倒したアマリエッチにしかできないことなんだ。プリム軍の本体を単独で相手にするなんて、私は論外として百鬼兵でも無茶だ。成功したらアマリエッチのこと信じる。本当ですか？総帥のために頑張る人に嘘はつかないのか。魔女病の手術法を教えてくれるんですね。もちろんルン。魔女病で苦しむ人をたくさん助けてあげて。はい、それではすぐに進発します。ちょっちまった。この子を伝令役に連れて行くのだ。同行させていただきます。通信機を持たせてあるから何かあったら伝えるのだ。わかりました。それからあ、怪我のこと忘れてた。これでよしなのだ。ありがとうございます。では何かあったらすぐ知らせるのだ。